world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope.同時に入れちゃっていい。いけたね。あ、今度2つ穴開いた。はやぶさ8時20分発だけど先頭車両まで行こうよ。顔が撮りたい。顔が見たいよ。おお、すごい。じゃがりこ食べる？すごいね、焼きそばパン。道頓堀監修の焼きそばパン。え、何あれ？これいいじゃん。稲荷結びだよ。もう一個買っとく。すげえ、自動ドアなんです。スキャンすんだね。同じだからね。すごい777。ここに21番線のドアが閉まります。21番線列車車です。黄色い点字ブロックの一番ご通行ください。長いね。
寒いねマジで。ドアが閉まります。さすが東北で全然違うわ。降りた瞬間のこのひんやり感、結構新幹線暑かったよね。うん、楽しみだな。じゃあね、はやぶさ、バイバーイ。じゃあね。とりあえずホテル行くよ。うん、ホテル行って荷物預けて、それから、いやー寒い、雨が降ってる。ゆうこやばいよこれ、伝わるかなこの寒さ。いやまあ覚悟はしてたよね、うん、すごい。あの前日にユニクロでいっぱい買ったんだよ。それでも防寒対策で。それでもね、これは寒い。いや、ほんと顔痛えもん。今日は特にじゃない、うん、雨だしさ、そうだ、ね、ちょっと、まあ、雪混じりみたいな。そうそうそう、みぞれっぽい感じ。でも雨弱くてまだ良かったよ。そうだ、ね、うん、傘ささない程度だから。うん、うん、いやでも寒いよ、風が。風が寒い。風が強い。痛い、寒い、寒い。意外と雪ね、うん、あると思ってたけど、全然雪ないや。いや、盛岡はさ、うん、あの、ニューヨークタイムズに、2023年行くべき場所ってところで。で、ロンドンの次に盛岡が選ばれたんだって。すごいよね。なんでって、なぜにって感じだけど、うん、まあ、それですごいね、うん、あの知名度が一気に上がったみたい、うん、結構マニアックだよね、うんうん、でもなんか面白そうかなと思って、うん、今回はねちょっと盛岡行ってみようってことでね、うん、まあ、あと盛岡といえばやっぱ宮沢賢治。そうだね、ああ有名だよ ね、 というね。そうだよね、ゆかりのある地域。そうだよね、うん、そろそろねお目当てのお店があるはずなんだけど、どれでしょう、ゆうこさん。これ、あ、これだ、これ。あーすごい、おお、なんかおしゃれ。これかぼちゃのケーキもあるよ、ゆうこ。こっちにする、ゆうこ。どうする。あ、そうだね。ボリビア、ルワンダ、コスタリカ、まあ聞いたことはあるけど、うん、これはな、もうこれは多分あの、うん、なんだっけ、ドリップみたいな、うん、だからこれいいよ、うん、これいいんちゃう、こっちか、こっち、うん、あ、かわいいよね、超かぼちゃクリーム、はい、あ、 ありがとうございます。やった、カフェカテ、これでカフェって感じでね、うん、わー、美味しい、飲みやすい、うん、香りがすごい、なんか苦いんだけど、なんだろう、雑味がないっていうか、うん、なんか飲んだ後のね、なんか嫌な感じがない。おー、いい、いい、いい感じ。コーヒー2ですね。この器、ポップ可愛いね。可愛い。うん。おしゃれ。めちゃめちゃ可愛い。落ち着いた感じ。うん、落ち着いてる。すごいね。オレンジ色がすごい。すごい黄色だよ。うん。すごい。いただきます。なんかやっぱりちょっとね、チーズケーキっぽさがあって、滑らかな感じ。いや、濃厚そうだもん。うん、めっちゃ美味しい。ね。うん、チーズ濃厚。うん、まっ。いいね。これ、いちごがあるのがめちゃくちゃいい。チーズケーキのこの甘さと濃厚さ、めちゃめちゃ相まって美味しい。ちょっとちょうだい。はいよ、どうぞ。
なんか本当にさ、チーズケーキの下にさ、クッキー引いてますみたいな。クッキーだ。そのまんまだよね。めっちゃうまい。まず飲むのがもったいない。いただきます。寒かったからさ、めちゃめちゃ温まるわこれ。うん。美味しい。もう出たくないよね。ね、もうここにいたいよね。うん。ここも、ニューヨークタイムズで紹介された長さ、うん、だから、ね、今回やりました。だって、やっぱ外国のお客さんもいるもん。うん。テープいいね、かわいい。いやー、美味しかったね。うん、全然僕たちコーヒーそんなにあれなんですけど、詳しくはないんですけど、いや、あれは美味しかった。いつも安いコーヒーしか買ってない。安いコーヒーしか、インスタントコーヒーだからね。うわすごいね、本当だ、珍しい飛び出し坊や。はい、サンタクロース仕様の飛び出し坊や。泥棒にしか見え。泥、こそ泥、こそ泥、かわいそう。ありましたよ、高原社。高原社本店、すごい。なんかこの霧、なんていうのこの感じがさ、すごい。それいいね。うわあ、あれでコーヒー感？そう。すごいね、カヒ感。カヒ感。カヒ感。はい。はい。はい。何買ったんですか？では。くるみクッキー。くるみクッキー。ここしか売ってないみたいで。おお。これはね、食べたかったんですね。いや、美味しそうだと思うね。うん。これお土産用。そう。はい。あとは、風鈴。ね。風鈴ね。南部鉄筋の風鈴。めちゃくちゃいい音色したよね。そう。絶対買うって決めてた。この時期に風鈴買うっていうね。そう。でもこれはね、落ち着くよね。うん。うん。で、袋も可愛いんだよ。袋見て、見して、すごい。この袋、なんかフクロウなのか、うん、猫なのか、うん、かわいいよね。かわいい。めちゃめちゃいい。で、ここのね、高原社は何で有名なんですか？ここは宮沢賢治の、有名な本、注文の料理店が出版されたところ。もともとはその出版社だったんだよ。うんうん。それがここで作られたと。そう。高原社っていう名前も宮沢賢治が、考案というか。おお、ね、やば、めちゃめちゃいいじゃん。残念ながらね、ちょっと撮影は NG だったんですけど、うん、店内は中庭はね、すごい広くて、うん、びっくりした。おしゃれだった。うん、奥にあるんだけど、うん、ここはぜひね、宮沢賢治ファン、文豪ファンは絶対来た方がいいね。うん、もう看板もさ、めちゃめちゃこのおしゃれなのよ。なんか童話の世界に入ったような感じ。う、ね、うん、これいいよね。そう、うん、でね、あと奥にね、あ、本当だ。ちょ、見えないけど、う、はい、奥に。これもね、宮沢賢治の銀河鉄道の夜。うわ。モチーフの。はい。やっぱ盛岡といったら宮沢賢治。カラスも、カラスもなんか歓迎してる。歓迎。上着の中にこう隠しといた方がいいよ、ちょっとカメラ。いや、寒いよ。橋の上寒っ。下行く？地下道、うん、雨宿りしよう。ディープだね、この地下道がすごい。面白い。へえ、うん、東北舐めてたわ。いや、覚悟はしてたけどさ、うん、ここは？あ、すごいよ、イーハートーブ。ほら、イーハートーブ
あ、すごいね。うん。本当だ。三大温麺のランチセット。お、いいじゃん。盛岡温麺っていうのあるの？いいね。さすがにちょっと盛岡冷麺はさ。今日はもうやばいよ、この寒さ。え、なんで2階もあんの？すごいね、上もあって。広いね。すごい麺透明だよね。何これ、ラーメンとはまた違うのかね。すごいもちもちしてるね。もちもちしてるよね、これ。うん、美味しい。うまい。そのお肉もホロホロしてる。あ、あったまる。てっきりさ、盛岡冷麺しかないかなと思ったけど、よかったね、温麺が。いやでも体が、冷えた体が温まりましたよ。でももう寒い。また寒いのよ、もう今日無理だよこれ。ちょっと寒すぎるね。丸たい焼き、かわいいね。かわいい。初めて見たこれ。結構混んでたよ。うん、でもさ、意外と大きいんだね。なんかもうちょっとちっちゃいかな。優しい甘さだね。おお、うん。甘ったるくない。うん。うん。美味しい。うん。今日はね、あそこの目の前にあるホテルに泊まります。アートホテル。今回あれなんだよね。JR のレールパックっていうので、予約したんだよ。うん。それはなんか新幹線の往復とホテル込みで、うん、2万6000円1人。あれだよね、ホテルにこだわらなければ普通がちょっとお得かもしれない。うん、そうだね。うん、まあ街中にあるホテルなんですけど、うん、おー、まあさっきも荷物預けに来たんだけど、クリスマス仕様になってるからいいよね。うん、すげえ。いいですね。はい、本日はこちらのお部屋です。まあこじんまりとしてるんですけど、めちゃめちゃ綺麗だよね。うん、めっちゃ綺麗だね。うん、テレビもでかっ。大きいね。大きい。ミニテーブルもあるし、テーブルこっちにもテーブルだし、椅子2つあんね。確かに。え、意外とこの狭さというか感じでもいろいろと家具が揃ってる。お風呂この上で、鏡でっか。すごい。あ、でも綺麗だよ。うん。はい。こんな感じ。まあ、ここのホテルは大浴場がないので、ここでね、はい。シャワー浴びたいなと思います。一応ね、ベッド枕元にね、コンセントあって、で、あっちにもね、コンセントあるんで、二つコンセントある。ここすげえわ。間接照明がおしゃれ。いいね。これ、なんか、これが和だよ。ちょうちんみたいな。あ、ほんとだ。和だよね。すげえ。使えんのかな？お、ついた。すごいね。こんな感じ。一応ね、10階なんですけど、景色はね、ビルビューですね。はい。とりあえず、今から、夜ご飯を食べに行きたいと思います。ね、盛岡名物。ワンコそばを、はい、食べようかなと思います。さっきね、でも温麺食ったばかりなのね。また麺。いやー、夜はさらに一段と寒い。あー、なんかおでんとかいいんだけど。センベロって感じ。センベロ、いいね、センベロ。
いや、食えっかなぁ。まあ、いや、とりあえず、でも、物は試しだよね。うん。で、今からちょっと駅前に行きます。はい。なんか駅前もあれだっけ？イルミネーションあんのかな？うん。なんかやってるみたいな。うん。雰囲気あるね。うん。すごい。ゆっこ。スパ銭湯ゆっこ。すごいじゃん、イルミネーション。うん、あ、ここなんかバスとか車とさ、うん、いい感じじゃない？本当だ、うん、さ、どうかな、お、ここか、お、当たり、お、すごいね、やば、めちゃめちゃいいじゃん、はぁ、おぉ、すごい、カメラでもちゃんと色がわかる。おお、これすごいね。へえ。いや、みんな写真撮るよね。盛岡の人たちはみんな素通り。観光客だけ。わんこそば2階の、はい。かわいい。え、これ何か見えない、なんだろう、あ、あずまやって書いてある、あずまやって書いてある、うん、かわいい、ね、いいじゃん、薬味を添えて味を変えて楽しんでください、うん、15杯召し上がりますとかけそば盛りそばの1杯分の量になります。男性の平均は 5,60 杯ですね。平均目指して頑張ります。召し上がっていくうち、お椀の中におつゆが溜まってきます。あ、はいはい、そちらの桶に開けていただいて、おそばだけ召し上がった方がたくさん食べられると思います。わかりました、はい。お腹がいっぱいになりましたら、給仕がいるところでお椀の中のおそば、一本残らずきれいに召し上がって、素早くお蓋をして終わり。素早く、はい、わかりました。はい、おそば準備してまいります。お待ちください。はい。はい、ドキドキするんだけど。はい、あ、美味しい、うん、入れたてですからね、美味しいです、はい、これ薬味もいろいろ、え、どうぞ、はい、入れていいんですか、はい、早食いではね、あ、違います、違います、はい、お待たせないと言えませんのでね、はい、どうぞ、はい、はい、うん、はい、代わりお持ちしますね、はい、15杯ですね、かけそば、盛りそば1杯分です、はい、はい、一旦休憩で次の句の怖いんだけど、いやー、何倍これ、67とか、なんか全然みたい、全然みたい。いや、もうさっきさ、冷麺じゃねえや、なんだっけ、温麺食ったばっかりじゃん。結構舐めてたわ、うわ、苦しい、ちょっととてもじゃないけどね、100杯は無理だったね、100杯以上だとなんか手形がもらえる、はい、おー、はい、ありがとうございます、ね、上に乗ってるのもお蕎麦なんですよ、すごい、マジ、お蕎麦すごい、66杯、中山ゆうっていうんですっけ、はい、ゆうくん、はい、ゆうくんでいいです、はい、ありがとうございます、じゃあ写真撮りますよ、あ、はい、いやでもこれはいい記念になった、余裕ね、腹パンパンですよこちら、とりあえずタクシーでね、今から神子田朝市っていうところに行きます、なんか結構遠いからね、もうタクシー使う、今日は八乗り600円、おはようございます、すいません、神子田朝市まで行きたいんですけど、はいはい、お願いします、よいしょ、どちらからですか、茨城から、東京から新幹線で行きました、うん、ありがとうございます、はいはい、そしたら三井市の神様がね、鬼を捕まえて、うん、岩にくぐりつけた、はい、羅刹っていう鬼がね、もう二度と悪さしないから許してください、うん、じゃあ約束としてこの岩に手形をして、あ、そう、あ、岩に手形で、はい、岩手、
ですね。二度と来ないっていうことで。はい。好きです。あ、すごい。うわぁ、ここは。こんな昔ながらの。うん、昔ながら。今現在、盛岡では、ここしか残ってないな。ああ、そうなんですね。壊してはマンション、マンション。ああ、なるほど。道路拡張って言ったけども、みんなが反対したんですよ。あ、そうなんですか。古い佇まいはもうここしかないんだから。はい。残すべきだってね。いや、残しておくべきですね。うん、これは。本当ですよね、今。うん、ありがとうございます。来ました、朝市。運転手のおじさん、よかったね。あ、おでん屋さん。すごい。ここではね、ひっつみっていう郷土料理があるのに、それを食べに来ました。はい。あ、でも惣菜とかもすごいね。野菜とかも。やっぱし。すごい。おはようございます。わー、おでんうまそう。あ、すごい、シュトレン持ってる。パン屋さんもあるんだ。あ、ここ、噂のひっつみ。そう、ここ超混んでるとき混んでんの。はい、ラジオ体操。茨城です。わあ、ご苦労様です。楽しいです。いっぱい遊んでてください。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しそうだね。高そう。大丈夫かな。はい、はい、食べて。ちょっとじゃあここに。おー、大きい。これ何、これすごいよね、これ。美味しそう。ちっちゃいのにしていい？いいよ、どうぞ。ちっちゃいのある。ないんだ。ちっちゃい。いただきます。いいよ。すんごいもちもち。おお。醤油はね、意外とあっさりだよ。あ、そうだね、つゆ。あ、あったまる。あったまるね。美味しいだし。うん、うまそう。シンプルだね。あ、いいじゃん。美味しいよ、でも。めっちゃ美味しい。ちょっと油揚げもらおうかな。いいよ、どうぞ食べてください。あとごぼうかな。ごぼうのささがき。あ、ごぼうだ。てかごぼうの香りすごい。うん、朝にいいね。来てよかったね。早起きした甲斐がある。早起きは三文の得ですよ。めっちゃ美味しい。でっか。ちょっと持ち上げるよ。すごい長いね。一段もんめみたいな。もちもち。うまっ。これ結構量あるよ。うん。美味しい。なんかいろんな野菜入ってて美味しい。うん。うん。ひっつみってなんだっけ？なんか引っ張ること。お餅を引っ張ってるからかな。うん、そう。お餅を引っ張ってるっていう感じで、多分ひっつみって言われるのかな。本当かどうかは分からない。ざっと調べただけなんだけど。朝一コーヒー。朝一コーヒー。おしゃれだね。ね、かわいいね。150円、超手軽でいいわ。ラーメン屋さんとかさ、そうやん。めっちゃうまそうなんだけど、こういうところの。カレーライスもあんだ。銀河の雫だよ、よゆこさん。盛岡名産の米。あ、あ、すごいじゃん。80円だよ。うん。古本も売ってんのいいね。なんか味がある。いやでもここ朝市みんな優しくていいね。うん、暖かいね。いやめっちゃ温まった。寒いけど全然暖かいっていうところ。うん、ここ来るべきだよ。ちょっとホテルの朝食なくてよかったよ。うん、おでん食べたかった。また来ます。おにぎりとあのおでん、おーやばい。あとラーメン。食べたかったな。よし、こっか。立派だね。あ、向こうか。はい、行きましょう。
おお、超立派。すっごでかっ。すごっ。立派よ。この赤と朱色と青。ね。すごい。8万ブーとかちょっと大きい。ああ、いや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 、やっぱりすごいね。いい、広っ。あっちもあるよ。で、あっちも大鳥あんの。やば、そうだろ。すげえな。てか、うん、てか駐車場広っ。さすがやっぱこの規模感ですよ。やばっ。やばいね。トイレ自動ドアなんですけど。さすが雪国だからかな。なんか食事どころもすごいあるんだね。八幡食堂だって。こんなんあんだ。花長寿って書いてあるけど。あ、カラス。ちょっと狛犬の上にカラスがいる。花長寿。何はこれ、うん。この石に刻まれた十二支の文字を見ている。あるのか。マジで。十二支？ここにある。ここになんか隠された隠れミッキー的なものがあるの？隠れミッキー的な。うん。ある。マジっすか。そんなゲームやっちゃっていいんすか。嘘。あ、本当だ。文字ね。本当だ。これはイノシシ。イノシシ。面白。あ、牛。うん。じゃあこれ向こうの手前からあるのかな。よく見つけなんで全然見えない。あ。3つ羊。最近七五三とかさ、うん、お宮参りでさ散々取ってきたけどさ、うん、いろんな神社で、うん、ここはレベチだよ。狛犬何あれ。めっなんかもうロボットじゃん。変形しそうだもん。変形しそう。おお、いや立派よ。スマホスタンドまで置いてあるけどね。さすがです。結構最近見るよ。最近見ますね。いやー、で立派すごい。これなんか鐘鈴なんですよね。何これ、すごっ。栗かと思った。あ、ひょうたん。ひょうたんですね。こんなに、すごい珍しいんだけど。ああ、薬封じっていう、あ、ひょうたんの中に封じ込めんのかな。すごいな。え？これ、きれいきれいの絵だよね。きれいきれいのキャラクターじゃん、これ。すごいな。向こうにね、こっから、すごい山が見えるんですよ。向こうに。なんかご利益ありそうだよね。うん。何やってんすか、そんなところで。何やってんの？木登ってんの？危ないよ。早く屋根に行きなさい。そんなところで。何やってんだよ。木登り。高齢の猫さん。森岡猫。うわー、すごい。これが岩手銀行だね。旧岩手銀行か。わーお。本当に東京駅みたいだ。うん。あれだもんね。建てた人一緒なんだよ。その建築家の辰野金吾っていう人が、そう、建てた。おお、これは立派。
やば。いや、めちゃめちゃいい景色。晴れてよかった。すごいね、向こうの山が。うん。ね。でもさ、雪がかぶってるの向こう側だよね。雪。うん。日が当たってるからじゃない？今。でもやっぱ上白いよね。うん。うん、いや、昨日全然見えなかったからさ。お、ここが森岡城跡公園ね。結構回れるよ。広すぎない？ちょっと。あ、でも紅葉マークとかあるよ。桜マークと紅葉マークが。まさか紅葉でもさすがに終わっちゃってるよね。あるかな。すごい。イルミネーションかこれ。ね、夜とか来たらすごい。ね。おお、うん。行ってみますか。何も昼間はあれだけど、森岡イルミネーション。へえ、いいじゃん。なんかクリスマスマーケットっぽい感じ。うん、いやー、残念ながらね、今岩手公園はね、工事中です。この盛岡城の石垣がね、有名みたいです。この石垣の規模感で結構こう立派だったんだっていうのがわかるかな。いやでもすごいね、石垣の規模感。鶴ヶ城とかもすごかったけどさ、こっちもすごいよ。これお城あったら本当にすごかったんじゃないかな。ね、猫さん、おい、保護猫、地域猫だ、おいで、おいで。お主一匹。お主。お主。何もしないよ。意外とまだビビんないんだね。寒いね。最近寒いですね。そこにいるんですか。かわいい。やばいね。おお。あ、すごっ。え？やばいね、そっち。わお、ちょっと景色見ましょうか先に。さっきの橋から見た山じゃん、うん、うっすら白くなってる。うわ、寒い。寒い寒い寒い。痛い痛い。もうここにじゃあお城があったってことか、うん、ね。だからお城から見るとさらに高いよね。うん。うわー、ここ桜かな、これね。ちょっと今枝が目立つけど、あ、でもさらに優子さんちょっと上行けるよ。あれ、あ、ここ抜けてるね。確かにここ抜けてるわ。おお、いやすごいね、山すごい。うわ、すげえ。やばいよあれ。あれは大きい。でもまだ雲に隠れてるからさ。いや、これは本当にすごいところだね、ここ。もう早速なんだ。お、すごいね、急に。めちゃめちゃいいじゃん。あ、すごい。なんか急にだね。あ、しかも超青空でよくない？よかった、晴れて。ここが、ここ一番青空が映えると思う、この赤い屋根。ここ絶対行くところだね。メリークリスマスの。クリス、あ、すごいね。いや、常磐屋カフェ。
やっぱこの時期だから、すごいね。すごいね、ムーミンとなんかこう宮沢賢治風の世界観、うん、ちょっとニョロニョロかな、怖いニョロニョロ、よくでも再現してんな。あーでもここすごい雰囲気ある、確かに。やば。あ、でもなんかやっぱ指定されてるね、重要文化財に。へえ。わーすごいなここやってんの営業中。長い、ここすごい繋がってんだよこれ、全部斜めの方まで、あっちまで繋がってる、すげえ。あ、すごいたわし、でっか、カメノコたわし。はい、買いました。栓抜き。楽しみ。めちゃめちゃおしゃれな栓抜きだった。すごいな、ここの銀行も。立派な建物だ。信用金庫。そうなんだね。やっぱ重要建造物なんだ。すごい。なんかここ。うん、あ、猫ちゃん。喧嘩してんの？ねえ。私は見たよ。みごさん。何夢中になって喧嘩してんの？みごさん。こんなところに。あったかいね。気持ちいいね。お、あ、もうなんかいっぱい出てきた。え？いっぱい出てきたんだけど。え？どんだけ。何遊んでんの？なんか面白い模様だね。なんかそこだけ黒いんだね。また喧嘩してんの？はね。そこで、そこで。お、来ましたね、南昌荘。はい、行ってみますか。こんにちは。いやでもなんかもうここが雰囲気がある、すごーい。あ、いい光なんかあるね。鬼、あ、鬼か、うん、岩手だもんね。このドアもいいね。床緑。床緑。奥座敷が向こうになります。あ、はい。わかりました。足元大丈夫ですか？はい、大丈夫です。大丈夫です。はい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 。ありがとうございます。こっちから見るとり。そこのクリスマスのすごいね。クリスマスの。なんかめちゃめちゃここ可愛い。可愛い。すごい。手作りの。手作り、はい、あの樹脂粘土とか、南昌荘とこのクリスマス仕様っていうのがめちゃめちゃ味があっていい、とりあえずそっち行ってみる。あ、でも廊下すごいよ、ゆうこさん。ここ絶対いい場所、誰もいないからいいじゃん。あそこでお茶とお菓子、うわ、あ、すいません。へえ、すごい、これはすごいね。
おお、これがね、紅葉の時期はちょっと遅かったね。すごい。いや、ていうか光が、いや、今いい時間帯じゃん、なんか。いや、ここ日が当たるとこあったかいね。誰もいないや。まさかの。ここは確かに紅葉はやばそう。あー、雪、そうだよね、雪か。いやー、雪降ってほしかったな、逆に。こんだけ寒いんだったら。めっちゃ趣あんな。てか、すごいところにあるよね。これ紅葉の時期も色黄色くなったりするの。そう。そう。旧石井県霊師邸。明治19年頃に建てられたものであり、市内で最も古い洋風建造物なんだって。は。あ、すごい青空と、ここ、角っちょ。確かになんか絵に見える。なんか絵に見えてきた。あれやばくない？あれすごいな。やばくね。うわ、こんな昨日見えなかったよ、全然曇っちゃってて。嘘じゃん、これそびえ立ってますよ。これはやばい。雲がかかっちゃってるもんね、帽子かぶっちゃって。岩手山、人気ランキングだ。あー、ほんとだ、チキン南蛮サンド。うーわ、うまそう。油淋鶏、エビカツ、エッグハムカツ、ダブルウインナー。あんバター一つと、はい、あとキーマカレー一つ、はい、お願いします。はい。おー、かわいいよね、福田パンのこの顔、はい、キャラクター、おじちゃん。はい、中身を見せてください。でっけ、でっか、でっか、でっか、自分の手ぐらいある。怖いよ、ゆうごさんの顔と、こう顔ぐらいあるもん。すごいでかいからね。ゆうごさん小顔効果ですよ、これ。あんバターとキーマカレ ー、うん、あのね、ポテサラ付きだって。あ、ポテサラ入り、うん、やばくない？美味しそうで、すごいよね。ね、早く食べたい。はい、これはね、帰りの新幹線で食べようかなと思います。はい、よかった、これで。結構人気だから、なんか売り切れちゃう時はマジで。なんか存在系さ、結構売り切れちゃう。そうだね、やっぱりお昼時にみんな買うかも。うん、総菜系は。いや、でも他もみんな、そう、いちごミルクとかあったから、めちゃくちゃ食べたいなと思って。よいしょ。いやー、いいね、川沿い。風はえぐいんだけど。風はすごいね。もう髪の毛整えてるから。もうボッサボサですよ。昨日ね、ここ夜さ、ライト綺麗だったよね。そうだね。そしてここがね、あの最近盛岡のニュースポット、キップ市っていうところのお店たち。なんかい、でもここ今時風でさ、めちゃめちゃいいんじゃないですかね。飲み屋さんもあるし、まあ昼間からねやってるから、
昼間ランチ食べたり、うん、夜は飲みに行くって感じ、うん、で東北の、名物というか、うん、グルメが楽しめるっていう、うん、めちゃめちゃおしゃれだよ、ほらコンテナで、なんかあ、なんだろう、いい匂い、看板も可愛いよ、あ、看板可愛い、そう、うん、ここ串焼き盛り場、いいね、ハンバーガー屋さんもあるんだ、あとモツレ、モツとか系なのかな、大衆酒場か、へえ、でバル、あ、ここカフェ&バル、ここ行こうか、ここがオムライス、え、ひ、なんでやってない、だって今もう2時、他をやってんだけどね、そしたらそこのやってる盛り場か、うん、もつれ、うん、昼間からちょっと飲むっていうのはあれだけど、でもランチ汁なし担々麺とかトマトチーズカレーだって、あ、うまそうじゃん、香りがいい担々麺の、チーズのびのび、プラカのポテソラ最強にね美味しい、これ、いやーうまかったですね、ゆうこさん、めっちゃうまかったね、ね、うん、飲み屋さんだけどなんかね、サイドメニュー、うん、サラダもついてるわさ、クラッカーのポテトサラダもついてるしさ、うん、ピクルスもついてるしさ、うん、で1000円以下だよあれで、やばくない、うん、普通だったらなんか2000円ぐらいそうな感じね、でこれから、はい、結構もういい時間なのでね、今日はもう今日は帰らないといけないんでね、4時には、だからこれからちょっと盛岡駅に戻ってお土産見ますか、はい